がついたら今僕はここにいた。小笠原諸島母島のですね、ユースホテルに行ってスーパーに行って買い物をしているところでございます。船とともにね、食材が運ばれていて混んでましたね。気がついたら今僕はここにいた。母島に着いて次の日の朝でございます。海を眺めに来たようでございます。母島というね、島をね、探索しております。これは何の鳥だろうな。普通のカモメかな。こんなお腹の赤、オレンジ色の鳥がいます。南国の鳥なのでしょうか。意外と本州にもいたりしてね。そんなこんなで気がついたら今僕はここにいた。小笠原村っていうのがね、小笠原諸島にあります。内地の列島から見るとこんな感じになりますね。無人島とかね、いろんな島が周りにあります。主に人が住んでいるのは母島と父島。今回は母島に行きました。